んばんは。ありがとうございます。こんばんは。先回書いてありがとう。ありがとう。こんばんは。トロヤツオツ、ありがとう。インスタ見て、ありがとうございます。こんばんは。寒っ。ちょっと寒すぎんか今日。え、今日もよし。マックな、マック、ポテト食べたい私も。こんばんは。ありがとう。こんばん、こんばんは。ちょっとアイラインが濃いんだよ、ぼかしてないから。ちょっとアイラインぼかそう。ちょっとね、ぼかします。ごめんね、楽しかったです。ちょっと最近気になってました。おー、ありがとう。嬉しい。ゆかちゃん、ありがとうございます。ごめん、楽しかった。おー、ありがとうございます。ごめん、めっちゃ楽しかった。本当ありがとう。はい、今日はですね、ちょっとなんとびっくり仰天、チャーミングトリップのユニット公演でですね、初めてちょっと一人でステージに立たせていただきまして、もう今日のちょっとめちゃ、お、ありがとう。緊張、なんかでもね、緊張したんだけど、なんかね、もう緊張する間もなく始まっちゃって、なんかパジャマドライブ遠距離ポスターシンクロときめきっていう流れだったんですよ。もう緊張する間もなく、もうね、なんかこう袖とかにいたら緊張する緊張するってなってたんだろうけど、もうステージでもうユニット終わって、ユニット終わってそのままって感じだったから、すごくもう緊張するのが始まり、緊張した。でもでも緊張はしました。父ちゃん、今日の声お礼で最後に食べる。おお、おめでとう。ありがとう。かわいいセットリストだったと思います。皆さん的にもあのセットリストは良かった、良かったというか、まあ、喜んでもらえたらいいなって感じ。そうですね、かけ穴気づらくちゃった。もうなんかね、もう緊張というか、もうやばかった。時間がなくって本当に始まる始まる、まだメイク終わってないっていうレベルだったんですよ。大焦りでしたね今日は。まあ、ドタバタジタバタドタバタしてましたが、無事終わりましてよかったです。さすがオノオタは考えてセトリアなって思った本当ありがとうございます。そうね、パジャマドライブは私と千穂ちゃんとコッコと3人でございました。それかと、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。でも本当にね、ちょっと緊張したよ。セトリ良かった、嬉しい。良い、セトリいいってすごいね言ってくれるから嬉しいですね。でもね、絶対にファンの人は喜んでくれると思ったんですよ。セットリスト的にもやっぱ可愛い曲集めたし、なんかチャーミングトリップだからやっぱ可愛い感じ でザ・アイドルにしたかったんですよ。もう曲をザ・アイドルにするぞって思ったから、今日みんなツインテールだったし、それでシンクロときめきを歌いました。AKB さんパジャドラ教室、あ、そうなんだ。それは知らんかった。じゃあ偶然よかった。お、よかった。ストリアみんなで考えました、メンバーの。そうね、なんかみんなで考えたというか、みんなからやりたい曲を聞いて、どんな声にしたいか聞いて、でそれをまとめて提案して、ちょっとまとめました
前とか、うん、ハート型ウイルスからの君のカップリングイズは激アツです。君のカップリングイズはどうしても入れたくって、ただ私はハート型ウイルスだったんですけど、私は君のカップリングイズしてないんですけど、そうでもどうしてもね、君のカップリングイズは私がセットリストに組み込みたくて入れました。そう、君のカップリングイズかわいいよね。ねじ込んできそう。撮るにやってやるかと。いやでもなんか私はカップリングウィズはやりたいなとは思ったんですけど、なんかとりあえず、まあ、3人じゃないですか。でなんかやり何でもよかったんですよ私、ユニットもやりたい、これがやりたいとか特になくって、全部可愛いし全部いいなって思ったから、でその中でみんなにアンケートを取っていい感じになったんで、そのままになった。そうした。 でもね、私カップリングウィザーはまあでも衣装はパルさんの衣装じゃなかったし。君のカップリングウィザー友達がそうして帰る。お、すごい。そうなんです。であと入れたいユニットはいっぱいあったんですけど、可愛い系ユニットとか、なんかこうやっぱザ・アイドルにしたかったから入れたいなっていう曲もあったんですけど、何があったかな、これ入れたら可愛いなって思ったやつは、まあ、やっぱりアボカドとかも入れたかったし、アボカドとか天使の尻尾とかも可愛いなって思ったんですけど、正直衣装は T シャツだから、いやでも衣装ありきで可愛いしなとかも思いつつ、あの天使の尻尾を尻尾なしでやるのも悲しくないですかやっぱって。アボカドはやっぱりあの衣装があることによって可愛さ増しじゃないですか。私衣装欲しかったんですよ。だから衣装は T シャツなんで、そこら辺考えてました。そういう風に考えてました。からアボカドとか電車の尻尾とかはちょっと入れなかったです。そう、衣装はね、あの T シャツにスカートなんで、アイドルはナチュラルに尻尾入ってるし。やばい、それやばいよ。中堅です、よろしくね。お、ありがとうございます。太田さん、ありがとう、ありがとう。お、カイさん、タワーありがとう、ありがとう。お、タワー、タワーや、ありがとう。どれに書こうかな、何に書こうかな。タ、タ、タワーが、タワーよ。使えた、ありがとう。ちょっと待って、何に書こうかな。あ、オレンジがまだ余ってる。待ってね、ありがとう、ありがたまです。 T シャツ買って買っちゃうか。お、 T シャツ買ってくれた、ありがとう、嬉しい。そう、なんかね、やっぱりちょっとピンクの T シャツだからね、ちょっとみんな抵抗あったのかな、ちょっと男性の方着てる人少なかったですね、あのピンクの T シャツ。今日はちょっと皆さん恥ずかしがらないで着てみてくださいね。嬉しかった、お疲れ様。お、ありがとう、ありがとうね。いや逆に私もソロ見てもらって嬉しかったですよ、皆さんに。だからあの昨日ぐらいに対してトロブそしたらちょっと今日がいいかな。そうなんです、そういうことでございます。可愛いですよ。
男性はピンクやな、あの気をつければチャーミングなのに。そうだよ、チャーミングになれるんだから皆さん。可愛いよ、 T シャツ着たらみんなで。次の公演も期待してますね。ありがとう。チャーミングになりたい、お、チャーミングになりたい方には、おすすめこちらのピンクの T シャツ、なんとお値段3500円、3500円です。てて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 、てて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 て、私たちとお揃いにぜひぜひぜひお揃いにしましょう。はい、カイさん、タワーありがとろぶです。ありがとう、ありがとろです。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。はい、今頃ねスタジオチームが公演をしているのか、もう終わったのかな、それとも、まあ、今でやってるのか分かんないですけど、見たかったんですよスタジオのチームの公演。でも見るとこなくって、あの場所がなくってね、そう残念ですが帰ってきました。今日は15分配信じゃないよ。そう、ミチューたちですね、ミチューとかね、皆さん待ってございます。分かっていきたいんよ、お腹すいたいんよ。ミチューめっちゃ緊張した、本当確かに緊張してたかも。大丈夫よ。大丈夫で、私が大丈夫とか言ってもあれですけども、私も緊張した。でもなんかもうなんかね、もうここ何日間は本当になんか怒涛の毎日というか、本当に緊張する間もなくこう時が過ぎていってた感じでしたね。あ、ちょっと待って。お、じいさん、くまちゃんありがとう。くま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 。まあ、たらくぜさん、くまちゃんありがとう。くま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 。ありがとうございます。ゆうりちゃん、まーくんさん、うっかりやんこさん、はまちゃさん、もむらありがとう。バク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 、ありがとうございます。鳥取太郎さん、広島のよしりさん、きょうちゃんさん、けんちゃんさん、げんげとしさん、はまちゃさん、ゆうたありがとうございます。ありがとう、ありがとう。お腹すいた。スチューデンツで放送されるのか、わかんない。でもスチューデンツプレゼンツだったんですよ。で、私言ってた影穴の時、私あんまり覚えてないんですよ、もう記憶がなくて。毎日少しずつ気になって、ありがとう。いや、なんかね、この間なんかあのおばちゃんから、あのパパの曲
筐体なんですけど、あのおばちゃんからね、あのママに電話がかかってきてな、なんか私のショールームとかたまに見てくれてるらしいんですよ、おばちゃんが。でママに電話して、なあなあ、あんなめっちゃ聞きにくいんやけど、ゆりちゃん整形したんって電話がかかってきてたんです関西の人なんですよ。ちょっとあっちの関西の方に住んでて、あんなめっちゃ聞きにくいんやけど、ゆりちゃん整形したんって電話がかかってきてしてないっすしてないっすってですごい衝撃の電話がかかってきましたっていう電話かかってきたんよんかかったんよん。いや私さ、いろんな人にさ言われる、あのファンの人には言われたことないんですよ。そんなに変わんないじゃん、多分ファンの人たちはさ毎日見てるからさ、そんなにね、あんな何ともないし何も言われないんですけど、親戚に言われる親戚に言われる。なんかこの間もね、なんかこの間じゃないんですけど、もうほんと半年前ぐらいに、あの静岡のおばあちゃん家に帰った時に、静岡にあのおばちゃん、他にまた違うおばちゃんがいるんですよ。そしたら、ねえねえゆりちゃん、顎入れたんって言われて、入れてない入れてない入れてない入れませんそう、身内からね、ちょっとねそういう疑惑がかかるんです、私そう、それはもうどういうこっちゃ、ちょっと笑っちゃったよね顎入れてない全然だよ、なんならいらないよ本当に皆さん、私は何もしてません、一切にもう、そうだよ、びっくりしたいよ。はじめまして、こんばんは。こんばんは。ヤスタじゃなくて顎に肉移動してる。ちょっとやめなよ、そのいじりは。雑なんだけど、いじりは。いじりが雑なんだけど。一応信じる。一応信じるじゃなくて、信じて。いやでも本当ね、まあ可愛くなったってことですね、私が しかも私に電話かかってきたじゃない、ママにかかってきたからね。おばちゃんの真似をしてるママの真似をしたの、さっきの電話のでか、なあなあめっちゃ聞きにくいんやけどっていうのはママの真似、ママが真似した真似でも本当に疑惑だったんだろうね、本人に聞かにくかったらしいお月に会ったらまたトロタンが可愛くなってるかもしれないね、うん、お腹すいた、お腹すいたよシジズザザワザワあ、今日より明日の撮る場合がそうだいいやん、今日何だ、今日はね、今日コンビニに寄らずに帰ってきたんじゃ、もうコンビニに行ったら無駄なもの買っちゃうからね、すぐ買っちゃうから、コンビニが一番太るんよ、誘惑なんよコンビニが一番の、家に食べ物ないからさ、私カップラーメンとか お味噌汁とかあるけど、お味噌汁もカップラーメンも作るのもめんどくさいから、だから絶対作らない、コンビニに行ったら買わないでしょ、だから食べない、だからコンビニには行かない、そう、うん、今日コンビニ行かなかった、あの公演の時にねジュレがあって、なんか楽屋にねトマトジュレと白桃ジュレっていうのがあってね、
それをもらって帰ってきたから今日の夜ご飯はジュレ。晩ご飯はジュレ。なんか空いてるんだけど。でもね、今日朝ごはんで、今日レッスンがあったんですけど、レッスンの前におにぎりとキャラメルプリン食べて、でお昼ご飯はちょっと食べる時間なくて食べてなくて、で公演終わった後にトマトジュレを食べて、でこれでさ、今日の夜ご飯私トマトジュレで我慢したら痩せるくないと思って。だって昨日コッコにお寿司かおごってもらっちゃったんだもん。私ジュレ言いたいだけ、ジュレ言いたいだけじゃないよ。違う、本当にあの昨日か一昨日ぐらいのショールームをね見てくださった方はあれなんですけど、私今ちょっと本当にちょっと太っちゃったんで、痩せなきゃいけないというか、とりあえず元に戻さなきゃいけない。で元に戻すにあと何キロ、数キロ痩せなきゃいけないんですよ。そう、でも昨日コッコとインスタ映えの旅に出かけ、インスタのね旅に出かけて、でその後どうしてもお寿司が食べたくてお寿司屋さんに行って、ちょっとお寿司コッコにおごってもらっちゃったんで、でしかも昨日レッスン、またその後レッスンというか、まあ、自主練だったんですけど、自主練行っても公演の練習してて、でその時になんか南と千穂ちゃんがなんか言ってたんですよ。昨日ちょっと何のお仕事か分かんないけどなんか言ってたんですよ。でその時にカヌレの差し入れをねもらってきてくれたのよ、2人が。カヌレをめっちゃ美味しそうで、しかもこれくらいの大きめのやつ、もうそれがどうしても食べたくてね、夜中に食べちゃったからさ、泣いちゃうでしょ。カヌレってね、なんか山みたいなやつ、あーそうカヌレで検索してめっちゃ美味しいお菓子、焼き菓子、あ、何なんだろうね、どこのお菓子なんだろう、兵庫かな。なんか私の印象だとその兵庫のおばちゃんがいつもお土産でくれるイメージだから兵庫なのかな。でも広島にもあるんですよ、広島カヌレって。そう、誘惑に負けちゃって食べちゃったから。でもね、聞いて、昨日お寿司食べてさ、カヌレ食べたから絶対太ったと思ったけど痩せてたんですよ、私。やっぱちょっと上手にこう食べる量減らしてるからかも。甘いもの食べる、今まではちょっと食べ過ぎだったよね、カロリーとかの問題じゃないよ多分。ちょっと量が半分ぐらいになったと思う、普段食べてる量の。罪悪感がカロリーを、なるほど、罪悪感がカロリーをなんか生まれさせるってこと。分かった、分かった。ということでちょっと違うの、私は今きついやつをしとるんじゃないよ、あくまであんまり食べないって。朝はだからしっかりおにぎり、そう、完食がめっちゃ多かったの、私本当にずっと食べてたんですよ、ずっと食べてたから。ちょっと気づいたら太ってたから、ちょっと元々そうかな、もともと痩せてたわけじゃないんですけど、どんな速度だ、違う、元が太ってたのよ。でも 1.5 キロね痩せてよ。この4日間ぐらいで 1.5 キロ、4日、昨日4日目、今日5日目、5日目で 1.5 キロぐらい今。そう、間食太る説、そう、間食はだからもうしない、今はね、今はとりあえずちょっと元に戻ったらまた。リバウンドするか、え、違うよ、もうね、なんかリバウンドとかじゃない、なんかなんて言ったらいいのか、
その一時痩せたというか別に痩せてはないんですけど、一時あの ST に入る前よりはあのマシになった時ぐらいから一回もう痩せたからもう大丈夫だと思って食べ続けてて、で運動もしてるからそんなになんか増えもしないし減りもしなかったんですよ。だから大丈夫だって思ってたのが蓄積されてって増えてたんですよね。だからリバウンドはそんな一気にはしない、するとしたらね半年ぐらいかけてたから大丈夫それで体調崩さない、大丈夫。朝はしっかり食べてるから私。そう、健康的でしょ、朝はしっかり食べるって。健康的じゃない？朝おにぎりも食べてるしプリンも食べてるんで、美味しいも好きなものは朝が、私すぐリバウンドしてるかもしれない、うん、なんか冬だからだよねどういう言い訳、そうなんだよ、お腹すいた、味噌が赤白、あ、私は赤が好きかな。お米以外も食べよう。お米以外さ食べることないな、そういえば。なんかご飯屋さん行かないとさ、なんかやっぱしっかりしたご飯食べないよね。実家に帰るぐらいかなんかしないと。朝昼夜のメールに食べたものメールして、え、そうでな、そんなライザップじゃんみんなライザップじゃんそれは私が食べたものを送ったそれはライザップすぎるね。いやでもほんといつかしてみたい。ででで炭水化物抜き目に、そうそれよそれで、炭水化物抜きはしてるよ昼という。そう、今日楽屋にクッキーがあったのよ、我慢したの。峯岸、そういえば峯岸さん、確かに峯岸みなみさんライザップの CM で見たことがあるかも。ありますね。めっちゃ細いですよね。なんか峯岸みなみさんを後ろ姿をね、なんかのコンサートの時にお見かけしたんですよ。もうウエストがめちゃめちゃ細くてっていう衝撃を受けた記憶があるんです。私もうめちゃめちゃ細くて、で後ろから見て、でもうびっくりしてた。うーん、すごい可愛かった。トロちゃんもね、トロちゃんウエストというか別になんかあんまり上半身太んないんですよねそう、ココとキムチ鍋食べておいておごってくれるかな。ココ昨日お寿司おごってくれたけど、ココ今お金ないから私ごめんねって感じだわ。ちょっと今度私がおごってあげなきゃだねこれはだ中さんそうだよ、ここそうだよ、なんか3日前ぐらいに言ってた。なんかね、お金ないよ、もやし生活だよって言ってたのに、お寿司おごってくれたんだけど、昨日めっちゃ申し訳ないことしたんだけど、ごめんめっちゃごめんなんだけど、
こまた携帯支払いにしてお母さんに怒られてそれで怒られるよ。今日のツイン可愛く写真いっぱい書いて、でもね、なんとなんと私今日全然自撮りしてないんです、ツイン4だから今からするね私がなんかお寿司食べてトロがダイエット頑張ってるからおごってあげるねって言って、マジで、そこで私が遠慮しなかったんよね、マジありがとうって言っておごってはちょっとごめんね、ちょっとごめんなさい、美味しかったですお寿司喜んじゃってそう お寿司のネタはトロと言いたいとこですか、サーモンですよね。そうなんか今大トロ祭りしててそう昨日今大トロ祭りしてるからさ、半額なんですよ大トロがそこだからちょっと大トロ祭り行っちゃったよ、ね、そう美味しかった、なんかねお寿司を私お寿司屋さん行ったら大体めっちゃびっくりするぐらい食べちゃうんですよ、だから昨日はそうはならないように最初にお味噌汁と茶碗蒸しを食べるっていう作戦してみたよお寿司食べて美味しかった、今日するいた、おお、なんだ昨日いた、私ちょっとスシローはめっちゃ回ってます効果あったよ、うん、最初にお味噌汁飲んで茶碗蒸し食べて、お寿司はあのシャリを半分にして食べたご飯には本当に申し訳ないんだけどね、でなんか残す勇気も大切っていうでしょ、そうシャリを半分にして食べたから わさび好き、シャリはちょっと申し訳ない、お米ちゃんには申し訳ないんですけど、ちょっと置き去りにしてきた、だからね実質4缶しか食べてないよ4缶ん4缶も食べてないかもしれないも食べたっけ、私トロとサーモンがトロはね1貫しか入ってないんですよ、一つのお皿に、大トロとトロサーモンはね1貫しか入ってなくて、まあ、それ半分にしてからそれで1貫でしょ、あと縁側とサーモン食べた4皿で、うん、4皿食べた、4貫も食べてなくない、や違うよ、なんか最初の1貫ぐらいは最初の1皿ぐらいはそういう発想がなかったんよ、シャリを半分にしたらいいんだって発想が生まれたのは2皿目ぐらいからだったんよ、そうなるとどうなるの、
お腹すいたな。サイドメニューは頼んでない。なんかねめっちゃ美味しそうなのがあって、なんかチーズフライみたいなのがあってね、わーって思ったけど我慢した。実質ゼロカロリー、そうそう実質ゼロカロリーだよ。つけないかも、ちょっとだけ。寿司食べたくなったでしょ、でしょ。そうなのよ、そうだよ。しかもその後自主練いたから大丈夫、動いたから食べたと。しめ鯖食べない派ですか。ちょっとほんと昨日ね帰り際にしめ鯖見つけて食べたいと思ったんですよ。からもう絶対にもうちょっと1週間後か2週間後ぐらいにはまでにはもうちょっと減らしてお腹いっぱい食べてやると思ってる、スシローで。動いた後は帰って寝ました。はい、もう自主練終わって帰ってお風呂帰って入って寝ました。すぐにもう眠かったね、普通に昨日は。くら寿司はね、ちょっと広島市ではちょっとまだ見つけてないんですよ。貝類あまり食べない。食べるよ。でも昨日は食べてない。明日ココイチ行く。いいなぁ、ココイチ行きたい。私もカレー食べたい。カレー食べたいし、焼肉食べたいし、お寿司食べたい。パスタも食べたい。美味しかったなお寿司。醤油はネタにつけるかシャリにつける。ネタにつける。パスタは五右衛門の美味しい。パスタ、ソースのやつ。そうだね、実家に帰ると食べちゃうから、ちょっと実家に帰ったらいかんなと思う今は。ナポリタンがいい。なんか普段別にナポリタン食べたいとは思うけど、今はナポリタンが食べたい。なんかね、そうなるよね。ダイエットしてる時とかさ、なんか食べちゃダメだって思ったら食べたくなるよね、やっぱり。なんか私あんこ食べれないかったんですけど、あんまりあんこって好きじゃなかったんですけど、それこそ SD に入りたてでダイエットしてる時に、なんかしゃぶしゃぶ食べに行ったんですよ。でアイスバーがあってね、あんこのトッピングがあったんですよ。もう今日だけと思って、あんこにあんこをトッピングして、白玉トッピングして、あのぜんざい、なんていうの、なんかそのぜんざいを食べたんですよ。そうしたらもうあんこってこんなに美味しかったんだってなった。その瞬間私はもう感動、もうねめっちゃ美味しかったの。そのあんことアイスと白玉のさ組み合わせがもう、もう甘いもの禁止令出してたから、その時アホぐらい出してたんです。もうその時はもうガチだった、ちょっとやばいくらいガチだった時だったんですよ。もうあんこ嫌いだったはずだったのにね、もうね好きになったその時に。
美味しかったな、感動したよ、もう美味しくて、もう今でも忘れないやあの美味しさ。糖分欲してたのかな。でも今はまだあんこちょっと食べれんかも。でもその時は美味しかった。スープ、セブンイレブン鍋のスープ飲み干す派です。飲み干さない派です。ショコラトリーめっちゃ甘かったでしょ、美味しかったでしょ、チョコチョコチョコ美味しいよね。あそこ大福は好き、リオガーメどうだった、リンゴも美味しかったよ。うーん、私あんこ系が苦手なんですよ、あとクリーム系、あんこと生クリームとか、なんかそういう系の甘さが、いやなんか食べれないとかじゃないんですよ、好きなんですけど好んで食べないかなみたいな感じ、胃にもたれる、ただクリームに関しては生クリームは胃にもたれる、あんこはなんか違う。あ、蜂蜜とかメープルは好きなんですよ。シュークリームなんか何なんだろう、いや好きなんですけどあんまり食べないかなって感じ、何なんだろうね、ちょっと分かんないんですよ、ちょっと自分でも。あとバタークリームとかもちょっと苦手かも。シューマイにグリーンピースなんて全然、あ、私グリーンピースも食べれない。あんまん食べれる、あんまんは食べれるっていうか食べようと思ったことがないんですよね。美味しいって一口で終わる気がする。だ、誰かと半分こして食べたい。アンマンはピザマンは誰にもあげたくないけど、アンマンは半分こかな、なんなら4分こかなって感じ。うーん、ボールいっぱいの生クリームがご褒美。いやでもなんだろう、生クリームが別に嫌いではないんですよ、その時の気分だよね、多分。私のショートケーキとチョコレートケーキがあったらチョコレートケーキを選ぶかなって感じ。なんか苦い系が好きなんだと思う、ちょっとなんかチョコレートとかのカカオ系の甘さは好きなんですよ。クレープは好きですよ、でも全部食べれないんですよ、クレープも。完食できない、ちょっと難しいんですよ、私難しい子みたい、ちょっとそこら辺に関しては。チーズケーキって私ね、チーズケーキも好きなんだけど、なんかね昔はチーズケーキの方が好きだったんだけど、今はチョコレートケーキの方が好き。なんかチーズケーキはそれこそなんか甘いだけのチーズケーキは、ね、食べれない。なんかレモンが入ってるチーズケーキ、めっちゃレモンの味するじゃんこれっていうぐらいのチーズケーキが好きだけど、レモンチーズケーキとか、レモンめっちゃ入れてほしい、チーズケーキ作るとき、あのチーズレモンの味がしないチーズケーキはチーズケーキじゃない。あっさり系しっとり系、あっさり系が好き。おかえ、なんでレモン入れたらおかえもちなの。そんなことはないでしょ、それはレモン、いや違うの、チーズケーキにレモン入れるじゃん、入れるじゃん、チーズケーキにレモン果汁入ってるじゃん、チーズケーキって、それが好きなの。なんかバレンタインとかでさ、学校でさもらったりする、なんかたまにバレンタインでチョコじゃなくてチーズケーキ作ってきてくれる人とかいるじゃん、学校にいるじゃん、一人は絶対そういう子って。でその子たちがくれるチーズケーキは大体やっぱレモンいっぱい入ってるから嬉しいよね。
大好きだったな、チーズケーキ。うーん私チーズケーキ作ってくる子レモン入れてちょうだい私にチーズケーキ作って、自分では作れないから。私はブラウニー、チョコレートブラウニーを作りますね、毎年。去年も作ったよ。ひなちゃん作、あ、ひなちゃん作れそう。ちょっとひなちゃんに作ってきてもらうから、レモンいっぱい入れてね。私レモンが好きなんよね、酸味系が好き、酸っぱいものが好きなんですよ。作れるよ。本当？そやろば。ちょっと私のブラウニーにかなうブラウニーはないと思ってる。誰よりも美味しい、絶対に。私ブラウニーだけは美味しいんですよ。私の力じゃなくって、普通にチョコレート会社のレシピ見て作ってるからなんですけどだから、結局そこのチョコレートが美味しくて、そこのレシピが美味しいんですけど、私の力ではない、全くないんですけども。でも私が作るブラウニーはめっちゃ美味しいよ。私レシピ通りに作るからさ、ブラウニーは。しかも毎年作ってるからそう、毎年作ってるから美味しいよレモン大好き。そう言ってることないそう、トロが作れるものはオムレツブラウニー、あ、そう、オムレツとブラウニーは作れる。友達飽きない、友達飽きてたらどうしよう。美味しいよ。でもブラウニー食べたくなってきた。あー、お腹空いてた。でもさっきもらってきたトマトジュレを今食べたら、私夜お腹すくから、そう、夜食べたいの、それは。本当高校生の時ってバレンタインの日さ、みんなとチョコレート交換会になるじゃん。幸せだったな、みんなからチーズケーキだったりね、パウンドケーキだったり、シフォンケーキだったり、みんな作ってきてくれるからさ、嬉しかったな。元に戻りたいですよ。高校生美味しかった。ちょっと去年誰もくれんかったチョコレート、誰かくれたっけチョコレート。去年くれんかんだけど、いやでも女の子の習慣だと思う。男の人は分かんないけどさ、女の子はやっぱ女子って作ってくるからさ、ユニバちゃん、だって去年ユニバちゃんに会ってないもん。 STU に入ってたよ去年のバレンタイン。うん、STU のメンバー誰かくれたかな。私はあげたよブラウニー。でもね、全員分はなかったから、なんかそこのその場にいた子にあげた。みちみちがくれたかも。あ、みゆみゆもくれた。なんか、はい、くれた気がする。お菓子をみゆみゆが、みちがくれた。シュークリームにチョコレートつけてパンダみたいな可愛いやつくれた。そうだそうだ、2個ももらってんじゃん。他に誰かくれたかな。じゃあ今年も楽しみにしとこうっとへへへ、もらってたよ。出ないかな。ふくちゃんからアンパンマンのチョコレートもらわなかった。もらった。もらったよ。もらった。
もらいました。覚えちょっと覚えてなかっただけだ、ね、みんなよく覚えてるね。なんでみんな覚えとん、そんな私が3つもらってんじゃん。じゃわーい、もらってたもらってた、記憶ないだけだった。私記憶力ないんですよ。私高校生の時同じクラスだったこと、このことすら、いや名前は覚えてるけど同じクラスだったってことは覚えてないんですよ。みんなのことは覚えてるよ。私ユニバちゃんと私すごい仲良かった友達、ユニバちゃんとヘレンってすっごい仲良かったんですけど、同じクラスだった記憶ないんですよ。なんか同じクラスだったよ高3の時って言われたけど嘘でしょって感じ全然覚えてないの。高3の時同じクラスだったっけって感じっていうぐらいちょっと記憶力がないんですよね。名前は忘れてないよ、みんなのことは覚えてる、同じクラスの子たちは覚えてるけど、ただ同じクラスだったってことが覚えてないだけなの。そうずっと一緒にいたからっていうのもある、うん、そうずっと一緒にいたからね。そうなのよ、だって同じクラスじゃなくてもずっと一緒にいたからさ、高校生の時だって私ユニバちゃんとヘレンちゃんと今めちゃめちゃ未だにめっちゃ高校生の時の友達だけど、すごい仲いいけど中学高校の友達で、でも多分トータルして同じクラスになったの1回か2回なんですよ。結局6年間のうちの2回ぐらいよ同じクラスだったの ね。それで仲いいからやっぱすごくないね、同じ学校ですよ中高と。ずっと一緒にいたら忘れるんよ、だから会わなかったの。クラス替えってでも嫌じゃない？私クラス替えはちょっとあんまり好きじゃなかったな。近所の友達でもないんですよ、分からんけどなんか仲良かった。今から映画ならでまた行きます。お、あったね。小中クラスがなかった、小学校もなかったの、小学校の時もあったよ私クラスが。小学校の時さめちゃめちゃ仲いい友達がいて、もう1年生から6年生まで全部同じクラスだった友達がいるんですよ。もう大親友ってぐらい仲良かったのに、中学校に入った瞬間音信不通なんですよね何してるんだろう、めっちゃ仲良かったから会いたいんですけどね、うん、音信不通でさ。いや中1ぐらいまではまだあったかな、中2ぐらいから音信不通なんですよね、うん。別の学校に行っちゃったから、そうそう、こう大人になったら一緒に旅行に行こうねってなんかさ思ってね、あのそう大人になったら一緒に旅行行こうねってお話ししてたのに、もうこんな感じですよ悲しいね。もうねめっちゃ手紙交換してた授業中に、授業中じゃないね、なんか毎日手紙を書いてたその子に、手紙交換してた。なんか交換日記みたいなやつあるじゃないですか、交換日記の手紙バージョン、もう毎なんかルーズリーフに毎日手紙を書くんですよ。交換日記はねしてないの、私交換日記とか続かないタイプなんでだから毎日交換日記は授業中書けないけどさ、ルーズリーフに手紙書くなら授業中にできるじゃん。もうずっと手紙交換してたよ、何をそんなに書いてたのか覚えてないけどでしょうなじゃないよ、続かなさそうで、ちょっとそこは否定してほしい。
中学の時18クラスあったの。18クラスって多すぎじゃない？ちょっと学校でかくない？それ教室そんなにないんだけど、小学校ずるずる使ったらね。あーでもそっか、ルーズリーフ、いやルーズリーフだったと思う。なんか塾行ってたんですよ。そう、その時ね塾行きたくなかったけど行かされてたからね行かされてたって言ったら申し訳ないけど、でも行きたくはなかった塾には、でも塾に行ってたから。お絵かき用にルーズリーフ用、勉強用じゃないもん、お絵かき用のルーズリーフだった。カレーの匂いがした気がした今。怖い。カレーの匂いじゃないの。なんか玉ねぎ炒めてる匂い。あのカレーを作る前、ルーを入れる前、炒めてる時の匂いがした今。窓開けてないよ。幻これは。まだ開けてないの。隣の家が作ってんのかなと思ったけど、もう匂わないから。やば、私もうカレーが食べたすぎてする、やっぱり。しないわやばいやばい。玉ねぎ炒めてる匂いがする。でもわからん、ちょっと匂ってる気のせいかも。隣の人か上の人が作ってるのかな。ゴルフの人、そう、上はゴルフの人なの。めっちゃでも匂う気がする。気のせいか。なんか換気扇開けて。いや、しないな。なんかカレーの匂いじゃないの。カレーを作ってる途中の玉ねぎとお肉炒めてる匂いなのこれは。上はゴルフの人って、そう、なんか夜にね、私上誰も住んでないと思ってたんですよ。なんか一回自分の住んでるところの空き家とか探してた時に上が空いてて、上住んでないと思ってたんですよ。なのに夜中にねずっとゴルフボールが転がる音がしててね。そう、上住んでないのになんでゴルフの音するんだろうってずっと思ってて、怖すぎて電話したんですよ。そしたら住んでた。電話って上の人じゃないよ、管理人さんに電話したの、ママがねもうママにどうしても聞いてくれってね頼んだ。もう私もう本当に怖くて寝れないから、ちょっとお願いだから電話して、上に人が住んでるか確認してって言って、そしたら住んでたそう、住んでたの。びっくりだよね。か上の階の人がパターの練習してたんよね。でもゴルフボールが転がる音がするしだから多分上の人はプロゴルファーかなと思ってるそれかゴルフの練習をしてるサラリーマンですね。ゴルファーの幽霊じゃなくて本当だよ接待の練習そうか、住んでなかったらどうしてた。もうそれはもう引っ越し案件ですね。いや引っ越しはしない、毎日怯えてください。そう、なんかもし聞いてさ、だって上住んでなかったらさどうしようと思ったら、もし上住んでて住んでたら怖くないって思ったけど、まあでも一応住んでないとしても事実は知っときたかったよね、よかった、住んでて上に人が。
私あれはでも絶対ゴルフの音だ。私のパパもあのゴルフするからさ、そのお仕事とかもそうだけど、まあ、多分趣味だけど、あれは完全になんかゴルフするからさ、たまに打ちっぱなし行くのとかついててたんですよ。あの打ちっぱなしの練習行くときについて行ってさ、そうだからゴルフボールの音は分かってたの。あれはゴルフボールだよって思いました。できないよ。私は打ちっぱなししか行ったことない。そのすごい大草原でボールを打ったことはないです。打ちっぱなし、お家で料理しないです。私も一応打ってた。私打ちっぱなし好きだったんです。だからたまにパパと行ってたかな。パパとかママと行くか、パパと行くかで、パパとママと行くか、パパと弟と行くかって感じ。これはジュラピケじゃないよ。あれ草原だと思ってた。草原だと思ってた。弟ロブうまそう。え、弟ロブはより私の方が絶対うまい。ゴルフはゴルフじゃない、打ちっぱなしは。じゃあ弟ロブは、弟ロブには申し訳ないけど、絶対私の方が運動神経はいいと思ってる。お腹すいた。おじいちゃんの家の庭で打ちます。いい、すっげー楽しそうだ。そう取ると喧嘩しないです。もう数年してないですね、喧嘩。そう取る運動音痴、いや運動音痴ではないと思うんですけど、よくはないんじゃない。私はいいと思ってなかった。かっていうと文化系なん、文化系っていうの、運動系じゃないかな。文化系、歌歌ったりギター弾いたりって感じです。マイブラザーは、音楽が好きらしい。弟はね、部活いっぱいしてるからわかんない。なんかめっちゃ部活入っとんよ。なんかね、歌うやつとバドミントン、コーラス部かな、コーラス部、軽音部。バドミントンはね、部活じゃないんですよ。気持ちしてる。だからこの間文化祭でさ、歌ってたよ、軽音部で。歌ってたんだよ。その動画さ、この間も言ったの、これなんかママからその動画が送られてきてさ、弟が歌ってる動画が送られてきてさ、 STU の T シャツ着て歌ってるんですよ。 STU のタオルを首にかけて、めっちゃ面白い。めっちゃ面白かった。部活兼任できるらしい。なんか兼任というか、この曜日はなんか1週間に1回だけバドミントンして、で基本はコーラス、歌う、ね、あの合唱で、そうで軽音はよくわからん、私知らないんですよね。なんで合唱部なのに K
軽音部のステージ出てんのって思ってたところ、周りに女子多す、めっちゃ多いと思うよ。なんか女の子の中ではうちの弟はもう女の子らしいなんか多分男の子として見られてないんですよ、多分友達みんな女友達みたいな、そう、いや女子力が高いわけではなくて、でママが言ってたなんかこの間部活の女の子4人とそのお母さんとうちの弟とママでご飯食べたらしくって、なんかそういう感じで言ってたらしいよ。トロちゃんはなんか女の子の友達って感じみたいな言われてたってママが言ってた、うん、うちの弟もトロちゃんなんですよ、ニックネーム。それはあと保護者付きだから、ね、しかもみんなのお母さんだから、お母さん娘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 とママと弟とか実質女子はいっぱいいるよねそうだよ、女子会だよね完全に本当に女子会、うちの弟もトロちゃんなんかすいてない私の友達名字トロブだけどトロちゃんじゃない、そうなの、名字トロブの友達がいるの、それは親戚説、うん、あんまり下手にね、あの 弟とかねママの話すると見てるからさ、たまに怒られるからあんまり言っちゃダメなんですよね、だからもうやめとこ、情報を流すのは怒られるからね。いや怒りはしないんだけどさ、またバラしたじゃろって言われる。なんかすぐ言っちゃうから、ね、今更そうちょっと情報漏れしちゃうから、私からなんか弟が失恋した話をねショールームで言ったら、それを弟の同級生がたまたま見てたらしくって、トロちゃんいつの間に失恋してたのって学校で言われたらしくて、それからちょっともう怒られたから、なんでバラしたのってそうだからあんまり言っちゃダメなんですだからもう言わんとくね そんなこともあった。いや怒ってはないんや、怒られてはないんだけどね、怒らないからあんま喧嘩しない、弟って人気いやそんなことないよ、それで怒らないですし、いやいやいや、怒んない、今はジャカルタの人を見てるから、ミスタージャカル、本当だね、もうちょっと黙っとくよ
私はねもう言わないよ、怒られてないと思ってるだけ。いや違う違う、本当本当に怒られてない。なんで言ったんって感じゆるい、なんでバラしたんって感じ。またいいネタあげてしもうたわって感じ。ショールームのネタをあげてしまったって感じ。お腹空いた、お腹空いてない寝モース見て、あら寝モースはちょっとトラちゃんわかんないけど、イモス向いてね。まとめから来ましたとはまとめから来ましたとはなんだけど、どういう状況だよそれは。イモス後編今日じゃん。いやさ、もう今やってんのかな、もう終わったか。いや、これでまとめられてる、まとめられてないよ最近は私見ないことにしてるんだ、そういうのはもう一切ね、これから今後もう絶対見ないから。開かないから出ないよ。これか。トロルと学ぶね。これか。なんか違うんよ。あんままあ、いいと思ってまとめられてるやつが悪口だから大体。だからもう見ない。私は見ません。まとめは。もう見ないことにした。たとえトロブが可愛いっていうまとめであっても絶対に可愛いでは終わらないので見ない何かしら書かれるから、ね、そしたら見ません。可愛いってまとめられても見ないそういう、そう思った私はこの間無理だけ見てみ、そう経験なんだからね。そういう大人にはなりたくないなって思う。お腹空いた。賢くなった。そうなんよ。賢くなった。さんは劇場支配人さんです。そう今日はね、そう MC でトロブと学ぶっていうコーナーをしたんですそうなの、もうチェンジワンマ連投しなくていいってわかった、わかったよもう。あ、タワーが立った。ありがとうロブです。ありがとうロブ。お、のんちゃん。のんちゃん、タワーありがとう。パワースポット。そうなんだ。あったんよー。コントしてないよ。そう、気にしないで。ありがとう。ありがとうございます。初日おつでした、ありがとう、鼻差しげ鼻に差してみる、
耳にもさせてみる。ソロ髪入れる、嬉しい、ありがとう。さっきタートタワー撮った、うっそん、ごめんなさい、それに気づかなかった。私本当だ、ミュートシさんハートタワー、ありがとう。なんかめちゃめちゃ連打は大変で、ありがとう。書くね。ありがとラブ。のんちゃん、タワーありがとう、ロブです、ありがとう。ありがとうございます、のんちゃん、タワーありがとうね、ありがとう。よし、にゃんにゃとしさん、にゃんにゃとしさん、ダンス変わった、本当？ダンス変わったかな。キレキレだった、嬉しい、それは嬉しいですね。全部可愛かった、ありがとう、嬉しいよ。にゃんにゃとしさん、ハートタワーありがとう、ロブです。リンダ、リンダお疲れ様です、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね。ありがとう。トロのソロ、いや、まあね、でもちょっとね、恥ずかしいわ。お父さんがチャーミングトリップしすぎて家で壊れたと。どういうこと。チャーミングになってください、皆さんも。これで勉強頑張ります。お、頑張れ勉強。学ぶ支配人さんってどんなコーナー。そう、なんか一人で場をつながなければならなくて、今日はちょっと学ぶさんを呼びして、あのトロブと学ぶっていうちょっとコーナーを作り、あの学ぶさんとちょっとリーダーについて話しましたね今日は。私今回チャーミングトリップのリーダーをさせていただいてて、で、あの学ぶさんはね、やっぱ STU の劇場支配人ということで、みんな動かしてまとめてるということで、ちょっと学さんにちょっとそういうリーダー的なものをちょっと聞きました。でもあんまりちょっと覚えてない。トルブと学ぶ継続しますか。いやー、ちょっと継続しないかもしれない。ちょっとまたいつかね、いつかまたあればいいですね。もうちょっとしばらくないかな。
なんかね、いやでもマナブさんが吐けるときにマナブ行かないでって言われてたらめっちゃおもろかった。いや船の話はねまなぶさんに聞かなくてもね船通信を見たらいいからね。春にできる予定って言っているから待っとこうや予定だから。全然討論してない。そうなんよ、緊急討論って名前ではあったけどちょっと何話していいかわからなくて私も。キャッチフレーズ待って、そうキャッチフレーズはね本当にあの打ち合わせも何にもなしで急に振りました。絶対してほしくって、どうしてもあなたは何部私は学ぶっていうのをやってほしくって、キャッチフレーズを私のやつをね。でも多分本番前にさ学ぶさんあのちょっと私がその振りするんでしてくださいって言ったら多分しないでしょ、嫌だっていうかなと思ったから。ステージだったら急に言ったらそれせざるを得ないかなと思って。ただいま帰ってきました。充電切れちゃった。なんで充電してると思ってたら充電できてなかったよ。なかなか読めないから、そうゾロブって読みます。バンされてバンされてないよ。私が病んでるんだけどどうしたらいいと思う。そうね、やっぱ病んでる時とか友達が落ち込んでたらあのそっと隣にいてあげたらいいと思います。私はね、隣にいてあげることが一番ですよ。一人にねしてほしい時とかあるじゃん。一人にしてほしいとかじゃなくて落ち込んでる時は何も言わなくていいんで隣にいてくれるとやっぱ嬉しいです。今隣におるんだけど、それはもうどうしようか。まあ、とりあえず話をね聞いてあげることが大切だと思います。私は話を聞いてあげよう。じゃ話を聞いてあげる。でもそれだけでは楽になると思うよ。病んでる時どうしようもないよね。もう病んでる時はもうしょうがないからさ、何を言っても何も心が落ち着くことはないから、とりあえず吐き出させる、思っていること全部言わせる一番だと思います。そう時間が解決してくれるからね、そういう時は。僕がそばに隣にいてくれてるから、この子が私はそう体験私ちょっとまあでも聞いてくれるだけで嬉しい。本当に自分が落ち込んでる時とかは本当にね聞いてもらえるだけで嬉しいよ。この間私公演この間ちょうど3日前ぐらいにめっちゃ病んでたわけじゃなくてめっちゃ落ち込んでる時があって、本当にすごい落ち込んでたんですよ。いろいろとそういう時期がありまして、あのなんかそのね公演の時とかその公演のこととかでなんかちょっとやばいって焦りがすごくって、まず焦ってたしいろいろその公演のこととかで、あとはまあいろいろねちょっとすっごい落ち込んでて、公演の前に
死んでたんですよ、もう顔がこんなんで、もうなんならもうって感じで、もうちょっと結構やばかった、結構やばくないんですけど、全然やばくないんですけど、結構落ち込んでたんですよ。でその時にチャートリーの公演じゃなくて、あの普通に、この間の普通の公演で16人ので、その時にね、こうメンバーの子がね、こう何人か話しかけてくれたのはすごい嬉しかったから、マネージャーさんとかが話聞いてくれたり、すごい嬉しかった。やっぱそういう時はやっぱ人の話を聞いてもらえるのが一番落ち着くなって思ったね。そうね、やっぱ聞いてもらえるのが一番いいかな、そう思います。その時はなんかリハーサルの時で、でまいちゃんが見に来てくれてたんですよね。まいちゃんが出ない時で、まいちゃんがそのリハーサルを見てたんですよ。でもそうリハーサルがね終わった後ぐらいに、そう、大丈夫さんどうしたんですかって言ってくれてね、私も本当に嬉しかった嬉しかったの、話しかけてくれただけでもなんか嬉しかったな。あとココアココアが珍しくそう、ココアがね、珍しくね言って、ココアは何も言わなかったけど、そうそっと慰めてくれたそう、あのクソガキさんがそう、そっと慰めてくれた私を。でね、今日公演のさ始まる、今日チャーミングトリップの公演が始まる前にね、 LINE でね、トロブ頑張ってっていう、その絵文字も何もなく、ただその言葉だけが LINE が来てて、私どうしたのと思ってそうちょっと感動してた公演前に、感動だよ本当に、と思って、ちょっと嬉しかった。そう、飴とムチがうまい、使い分けが上手、ココアは。ちょっと私に、ちょっと私を飴とムチちょっと扱うのがうまいのかね、ちょっとたまに来る、たまにというか、なんなら初めてレベルで優しくさったけどそうだよそう、飴とムチされてるそうね、やっぱ嬉しいなと思いましたよちょろいから私、そう、ドルブちゃん広島に住んでますよ、うん、私めっちゃちょろいと思う、でも本当にちょろいんですよ、チョロブだから。私すぐね私いつかオレオレ詐欺に引っかかりそうなぐらいチョロい、そうチョロブだから詐欺口さ、ちょっと口なぞりたくなっちゃって、
トルの歌なの。トロムさんのガングロやめてやちょっともう。別にココアに騙されたわけではないんよ。いやココアに騙されてるわけではないんだけど、今後気をつけていきたいですね。ちょっとでかい、本当に。ちゃんってなんか中井理香さんにそうですか、そうですかね。ありがとうございます。初めて言われたかもしれない。とリリチョイスね、トロちゃん、なんかトロちゃんってなんかもちろん、そうガングルやばいんですよ、そうなの。はい、ありがとう。右のカラフルなカトルちゃんってこと、そうだよ、そうだよ。チョロ歌のとこに似てる。チョロ歌なんですか、中井理香さん。私は、私もチョロいからな。紅白か。会社の人がトロの写真見て可愛い子だなって言ってた。イエーイ、ありがとう。口元黄色いけどカレー食べたの。違うよ、これは黄色じゃなくて黄緑だよ。1年早いよ。そう、1年であっという間だね。今日のように切れる。本当ありがとう、ありがとう。私はちょっとこの子が今から喋ります。はーい、みんなこんにちは、トロブです。トロップだよー。じゃあ可愛くなったね、ありがとう。そうだよ、かわいいよ、僕は。あー、違う違う、私はかわいいよ。ちょっと近い、ちょっとじゃあアップになっちゃうかな。みんな出れちゃダメだよ。顔色いい、本当。ちょっと最近ね、あの鼻らへんが青くなってきちゃった。ここの鼻の筋がさ、青くなってきてさ、他のとこは別にいいんだけど、ここだけが気になるんだよね。ここだけが、紫とかは別に素敵だなと思うんだけど、ここだけが気になるんだよ。じゃあみんな何でも聞いて、私に何でも聞いてね。質問に答えていきますよ。嘘だ、聞いてからドルブさんどうしちゃったかな。いやいやいや、どんな、どうもなってない。目充血してません？いや、ここは違うよ。ここ充血してるんじゃないよ。こ
それは生まれつき女子なの。女子だよ、トロブだから口の形がお尻なの。んで口の形がお尻なのはなぞりやすいからだよ。ここがね、こう可愛いでしょ、口。どっち利きですか？あー、右利き。お口をなぞるのが好きなんですか？そう、ちょっとね、お口なぞるのが癖なんだよね。何歳ですか？トロブだから19歳だよ。耳は何聞き、あ、耳はね、耳は右の方が聞こえるかも。よくだいたいいつもこっちがさ垂れ下がってんだよね。こっちの方が聞き取りやすいから、みんなこっちに向かって喋ってね。今日眉毛ないね。ちょっとみんな見えてないの？ここにあるでしょ、オレンジの毛が。ほらみっしり詰まってるよ。ちゃんが使っているリップはね、そうこれイヴ・サンローランのねやつだよ。可愛いでしょ。でもね、そう今日はちょっと間違えちゃった。そう今は緑なんだけど、そう間違えてここに塗っちゃったから、そう今日はね口の位置間違えちゃったんよ。何番かなこれ、これ何番だろう。2番、ちょ分からん、分からんけど、この色かわいいよ。これこの色かわいい、おすすめです。あざといポーズ。ちょっとそろそろ引き際を失ってきたいんよ。ちょっと引き際を失ってきたいよ。ちょっともうどうしよう、どうやって戻ってこよう。どうしよう、困ったね。ポイッ、帰ってきた。もうちょっとしばらちょっと長すぎた、もう疲れた。ちょっと飛んでいったよ、疲れたらしい。戻ってこれてよかったよ。
とそろそろ終わろうかな。ちょっとそろそろ終わりますね。ちょっとかれこれ1時間45分の配信時間でございました。焼肉好きです。ちょっとギフトなどを読んでいきます。まず、どこまで読んだのかな私って。ギフト、庄司さん、くまちゃんありがとう。くま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 。たしやさん、くまちゃんありがとう。くま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 。はるかちゃん、くまちゃんありがとう。くま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 。はまちさんもくまちゃんありがとう。くま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 。ありがとう。ぽんたさんもくまちゃんありがとう。くま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 。クマは全部読んだのかな私。すき焼き弁当美味しかった。すき焼き弁当、あー食べた、美味しかった。何でも美味しいよ。私が美味しくないって思うのはグリーンピースぐらいだよ。福山のカープ男子さん、のんちゃん、はるかちゃん、じんさん、おいりさん、はまちゃさん、シャンくんさん、ゆめみる、とよしーさん、くにゃしさん、ゆうさん、福山のカープ男子さん、けんちゃんさん、くにゃしさん、きょうちゃんさん、ゆうさん、だめまーぼさん、にしさん、くにゃしさん、まひろくさん、ときわさん、ゆりちゃん、まーくんさん、モンブラン、ありがとう。パク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 、ありがとう。かいさん、しゃんくんさん、はるゆみさん、福山のカーブ男子さん、にゃにゃとしさん、だったった、ダムドさん、はまちゃさん、広島のよしりんさん、きょうちゃんさん、けいちゃんさん、けんちゃんさんだ、ギフトありがとうございました。じゃあ壇上を読みます。13位たけしさん、12位みやぴよさん、11位ゴムケンさん、10位ハイテンションユウさん、9位福山のカープ男子さん、8位はるかちゃん、7位じんさん、6位こぼりんさん、5位はまちゃさん、4位しょうじさん、3位のんちゃん、2位かいさん、1位にんにゃとしさんでした。ありがとうございました。ありがとう。トラウちゃん、おすすめの曲、おすすめの曲、そやも STU の曲がおすすめですよ。STU の曲がおすすめ。でも最近アイドルじゃなかったらわからんな、私あんまりわからんですよね。最近はちょっともっぱらクレヨンしんちゃんばっかりなんですよね、見てるのが。クレヨンしんちゃんの歌がいいんじゃない。かわいいよ、元気になれるよ。くるゆるりゆるゆるお元気っていうやつ、くるりくるくる渦巻き、お尻ふりふりってやつね。あ、元気になれる。あとはあれあれ、何だったかな、お姉さん見て見て、あ、それもゆるりゆるゆるだ。ピーマン残しちゃいけませんってやつ、お姉さんナンパしちゃいけませんってやつもいいですね。もうクレヨンしんちゃん見てる生活、クレヨンしんちゃん見よう、これから。あ、お腹すいて
じゃあちょっと私は今からお風呂に入りながらクレヨンしんちゃんを見ようと思います。では皆さんおやすみなさい。みんなもしんちゃん見てみてね。あ、最後に私インスタグラムしてるので皆さんインスタグラムのフォローよろしくお願いします。インスタ見てね。またね。あ、ルームフォローもよろしくお願いします。ルームフォローもしてね。あとトロちゃんのメールもぜひ見てください。トロメールぜひぜひ興味あるよって方はよかったら撮ってみてください。ではバイバーイ。じゃあ切ります。 3,2,1 バイバーイ。おやすみ。みんなおやすみ。おやすみなさーい。